じゃあ、またですね、もっと細かいプロファイルの方をちょっと見てもらうと、これはあのコミケット30年史がありまして、今から4年ちょっと前なんですけども、ちょっとこの冬の、台風をちょっと撮っております。これなんですけど、まあ、5年前2004年を見てみますと、大体サークル数で言いますと、女性が 71%、男性が 29%。で、今年になってみますと、女性が6割、男性が 40%、4割と。だん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 男性の方が広がってきているというのが分かると思います。これはまた、この後になるんですけども、徐々にですけども、まあ、男性が。で、普通の人から見ますと、コミケットって男性の方が多いんじゃないですかってよく言われるんですけど、実はそうでもないんですね。やはり根本的に、評論ですとか少女漫画ブームっていうのがあったりしている部分が最初からあったりとか、やはり漫画読んだり、漫画読むのは実は女性の方が子供の時多かったりするっていうのもありまして、女性の方が多いんですよ、サークル数で言いますと。そういうのが今の現状であります。じゃあまだまだ男性の方が多いんじゃないと思ってますけども、実は女性の方が多いのが現状です。で、まあ、平均年齢っていうのもちょっと書いてあるんですけども、まあ、この辺、まあ、皆さん方は大体こんなもんだろうと思った通りあると思いますが、少しずつ上がってきてまして、もう40歳以上で実は1割以上いるという状態になりまして、40歳以上で1割というと、その人たちはもう多分、まあ、僕も40超えてるんですけども、多分生涯の趣味、ライフワークとしてもう根付いちゃったんじゃないかなというのがありまして、もう年に2回コミケットに来ないと、まあ、年が暮れないぐらいの方々が少しずつ増えているんではないかなと思っております。次なんですけども、またこれも、まあ、参加者なんですが、まあ、さっき言った女性が 57%、男性が 3% という形で今、一般参加者もあるんですけども、でもですね、多分投資調べてみると、多分これは50-50ぐらいまでいくんじゃないかなというぐらい男性がやっぱり増えています。ただただありますけど、まだ女性の方が若干多いのかな、まあ、コスプレは見て分かるけど、コスプレだと断然女性の方が多いというのもまだありますし、サークル数としてもまだまだ少し女性の方が多いので、まだまだ少し男女比的には女性の方が多いかなと思っております。ではちょっとおまけが載ってるんですけども、今回の、まあ、次回ですね、 C78 の、申し込みセットをお買い求めになりますと、中に35周年記念の調査アンケートがありますので、買われた方もしかしたらちょっとアンケート出してもらえると嬉しいなと思います。